はい、皆さんこんにちは、クラウドです。というわけで、ちょっとこの画面からやるのは久しぶりだと思いますが、まあね、レースだけを見せるっていうのもそれはそれでありなんじゃないかなということでですね。いやー、もったいない。まあ、とかそういうのを増やしてい、きたいと思うんですけど、まあね、今日の議題ですよ。本当に部屋がないっていう話ですね。なのでね、もう本当に、ね、あんま意味ないんですよね。こういうカットとかしたところでね、危ね。今日も元気にチーターがいるわけですけどね。まあ、このチーターは別になんか一人でなんか変なことしてるような感じなんで、もう、しかも部屋もねえし、これでいっかってなっちゃったんすよ。なんでね、まあこのままやっていくわけなんですけど、これで見つけるかな。でもやっぱ喋りたいことを喋りながらやるの難しいなっていう気はしちゃったね。本当に部屋がないから、そう、みんなに聞きたいのはね、いつやってんの。なんか一周してるわこれ。マジか。そうなっちゃうんだよな。でもチーター以外はちゃんと走ってんのこれ。まあしょうがない、これは2位でいいわ。昨日ちょっとね張ってたんですけどね、いろいろ、いろんな時間帯にやってたんですけど、どの部屋もチーターか妨害がいるっていう、まあそれか動きが変な人、まあまともに走ってないような人がいるっていう環境でしたね。カットしましょうか一応。はい、というわけで2レース目です。まあどうでもいいコース来たんで適当に喋りながらやるんですけど、正直言ってそんなチーターがいるようなところ見ても面白くないでしょ、みんなもさ。まあチーターがいるんだったらもっと面白いことをしろよっていうのも、なんかゲーム変わってるような気するけどさ。でもそんなんじゃない。ないことがもちろんなんだけどさ。メリュービーだり早ほらね、チーターいるでしょ。まあこいつはそんなサンダーとか、まあ、でもたまにキラーでぶつかってくるようなしょうもないやつなんでいいんですけど。まあというわけで、マリオカート7も僕も、オワコンになりつつあるということでね、共に添えて旅をしているわけですけど、でもそれでもやっぱね盛り上げていきたいということで、ヨシーさん頼みました。やった、受けてくれた受けてくれたけど、これは前が詰まるだけなんであんま意味ないんですよね。2割させてほしいね。キノコとか欲しかったかしょうがない。あー、チーターがいるせいでこうやってうるさくなってるのか。でね、まあちょっとね、見てくれてる人も少なくなってきたんで聞くのもあれですけどさ、ちょっと怖いな。みんなは今いつくらいにマリオカート7してます。さすがに今もね見てくれるような人たちはさ、ね、いい子たちが多いと僕は信じてるんでね、これは絶対にそれに当たらないようにしながら、なんならここで当ててもいいけど、ミスった普通に当たりませんでした。下手すぎました僕が。減速しすぎたかな。たまにちゃんと、でも、まあ終わってるよな。みんなてか、そもそもマリオカート7してん俺もそんなしなくなったけどね。でも動画撮りたい時に撮れる環境じゃなくなったら本当に不便だなって思ってるんですよね。見てくれみんな、多分前3人がチーターなんじゃないかなっていうのは、まあ、俺の隣にいるやつはチーター確定なんだけどさ、さっき言ったチーターなんだけど、上2人はまあ分かんないけどね、まあどっちかはチーターです。観戦で見えてたんで本当に
で、そう、聞きたかったのは、さっきも言ってたけど、みんなどんくらいの頻度でやってて、何時くらいにやってんのっていう、てか、やってないのかなっていう そういう感じに思ってるから、ちょっとね、またね、マリオカート7、ね、復活させていきたいじゃないですか、やっぱ。名作ですからね。多分 いや、だって、3DS のゲームソフトで一番売れてるソフトだからね。そりゃ、誰が同意だって名作だけど、こんだけ荒れてるのはどうなんだって話ですけどね。あ、ちょっと、下画面見ときます？まあ、一人はチーターじゃないですか。で、ヘイホもチーターだから、SSSS って人がチーターか。おめえな、チーターがいるせいで。ああ、SSM 気にたまらず。あ、今日はうるさい感じなのかな。まあ、俺も、てか、こんな動画見せられても見たいのっていう、まあ、まともに走ってる人、まあ、いるのはいるけどさ、まあ、ちゃんと走れる状況じゃない時点で、ね、見たいんかなっていう。これスター欲しいな。なんか食らったし、なら、はい、譲るわ。なんかスターもらえたわ。ああ、そっか。赤欲しいな、もらえなかったか。って感じなんですよね、本当に。だから本当に、まあ、路線変更していかないといけないなっていう、世界線なんてほぼ。使いようになんないから、使いようになんないって言い方あれですけどね。攻撃来てる。チーターが投げたかな。じゃあこっちルート行くか。ああ、来てるんだ。ああ、そっち行ってくれた。まあ、この辺はいいか。いや、持ってきてよかったかもしれない。またチーターからスターもらうか。出るかな。残りいる？あ、くれないわ。あ、端っこ行っちゃったか。本当に世界戦の動画を出すっていう状況、正直言ってチーター、まあしょ、もうしょうもないチーターしかいないんだけどさ、そういう動画しか上げれないからね。まあでもそれでもちょっとみんなの情報を共有しとこうということで。共有してね、チーターに荒らされるようだったら、本末転倒な気するけど、まあ、どうなのかなということで、まあ、よかったらコメントしてください。もういいわ。別になんか、って感じだから、1位取ったから、これで終わっていきましょうかね。まあ、また、ちょっと僕も、ね、頑張らないといけない時期になってきたなということでね。もうこれ以上ね、多分任天堂も助けてくんないそうな気するんでね。アップデートとかも、まあ、ないだろうなって思うんでね。まあ、こっからは僕の頑張り次第でマリオカート7ももしかしたら盛り上がるかもしれないということでね。まあ、ちょっと、また一度、ね、頑張ってみようかなということで、なんか、しょうもない兵法に絡まれてますけどね。まあ、チーター2人かな？ 3 人、どっちか、いたって感じですね、この部屋も。あ、もしかしたらこれ部屋を、あ、でも違うか。いや、でももう30経ってるはずだから、ワンチャン部屋落ちあるな。まあ、今見てくれてる人も、普通に走って、いや、でも、再生回数の半分くらいはまあ、それもないか。見てるとしても7人くらいだな、セブンだけに。多分だけど。まあやっぱ人がいないのがちょっと本当に原因かなって思うね、この環境になってるのは。いや、正直言って変わんないんだよね、人がいるかいないかなんて。土日とかもほぼ関係なくなってきてるからね。どの道、1部屋2部屋、まあ高レートの話だけどね。いや、低レートもたまに覗くんだけど、1部屋2部屋あったらいいかなって感じだもんな。正直、バトルの方も、何やってんだ、この人たち、みたいな感じになったからね。まあ、バトルは良くないけど、まあ、バトルはもう終わってたっていう感じだからね。もう、長えな。まあ、いいか。終わるまで見とくか。喋るか。ってな感じなんでね。はーい。
コミュもね、やりたいんだけど、もうゲリラでやって人来なくなっちゃったからね、2、3人くらいは来るんだけど、やっぱやるとしたらね、8人でやりたいなっていうところはあったしね。前回ね、募集したところ、チーターがね、勝手に始めやがってね、7人で始めたんですけどね。もしね、コミュ参加してくれる方は、当たり前だと思ってるんだけどね、まあ、チーターだからやったんだろうなって感じはあるんだけどさ。8人が集まるまで、てか、俺が開始します、押すまで押さない、やんないでくださいってことで。まあ、8人集まったらすぐ開始すると思うんだけどね。分かってる人たちはね、頼むから、8人まで待ってくれって思いますけど。でも、時間指定しないと人が来なくなったなっていうイメージがあるんでね。まあ、本当に、ね、僕頑張んないと、このままなんか中途半端にマリオカート7終わっちゃうのなんか悲しいんでね。いや でもまあまあ十分伝説は作り上げたような気するけど。まあでも、サシューあたりになったらやっぱ最後は盛り上がってくれるんかね。アップできた時すごいね、急に人増えたからね。そういう感じで来るんかな。でもまあ、本当に任天堂ネットワークのサシューってなったらさ、まあ他のゲーム、他の 3DS のオンライン対戦ができるゲームもね、盛り上がるだろうからね、それに負けないような感じで頑張りたいですね。だから今のうちにね、セブンの人を増やしておかないといけないなというところで、任天堂さん、バグってるんですけど、どうしたらいいですか？ こんだけ待たされて、通信エラー落ちで、レートマイナス20ですかね。助けてくんないかな、これ以上は。でも本当にアップデで、すごいチーターはいなくなった気するからね。ちょっと嵐がやばいくらいなのも、その1ヶ月後、アップデが来てから1ヶ月後の、動画あったじゃないですか。あれ以来もう俺も見なくなったなっていうイメージはあるね。そんなやばいようなチーターはいなくなったなって感じがしてるし、なんならまあ、ね、まあホーム画面とかはまあ当たり前だと思うけどさ、回転、画面回転とか CC 変換とかそこら辺も全く見てないんでね、多分みんなも見てないんじゃないかな。どうなんだろうね。まあいなくなったイメージですし、まあでもそれでも、しょうもないチーターが荒らしてるし、しょうもない妨害虫もいるしって感じで、世界戦は終わってますけど、こんな終わり方でいいんでしょうかというところで、問うていきたいと思います。そう、実はこのチャンネルもね、もうすぐで8年目ということで、まあ、それを機にちょっと頑張ってみようかなというところで、7年目だったらもっと良かったかもしれないけど、あと10年くらい持つかな、このチャンネルも。でもなんか、ここまで来たらね、マリオカート7、まあ、だけってわけではないけど、マリオカート7メインでやっていきたいからね。ああ、なんか、スターもらってるや。長えよ。長えよ。もういいか。もうこんな感じで終わっとく。まあ、最後に、この画面がどうなって終わるかだけみんなに見せて終わろうかなと思いますけど、僕の声は一旦なしということで、まあよかったら皆さんね、どんな頻度でやってるか、何時、どんな時間帯にやってるか、まあ、なんだ、YouTube のチャンネル名なんて、まあ仮の名前だと思うし、みんなどうせ今やってる人らプレイヤーっていう名前でやってんのかな？知らんけど。そんな感じなんでね、そんな、なんか荒れるようなことはないと思いますけどね。でも明らかに、あ、この時間帯やってる人多いなってなったら来るんかな？いや、そんなこともないと思うけどな。そもそも、そんな、ね、コメント来ることもね、ないだろうしね。7件くらい来たらいいんじゃないですか。その7人だけで マリオカート7を広めていくのもどうかと思うけどね。もういいか。てか、なんでこれチーター動いてんだろうな。どういう状況なんだろうな。わかんねえな。もうこのトーク5分くらい繋いだような気するけど、ダメだわ。まあよかったらそういうコメント欲しいなというところで、今日の動画は終わろうと思います。よかったら皆さんも、まあ頑張ってマリオカート7盛り上げて、違う意味で盛り上げるんじゃなくてね、普通にやって盛り上げて欲しいなと思いますけど、まあ、まあでも誰かがやんないとね、
どうしようもない状況にはなってるんで、まあ、みんなが協力してやってくれたら嬉しいなと思ってます。はい、ほら動いてるね、のこのこくんたちいるね、うん、そういうことです。はい、じゃあお疲れ様でした。ありがとうございました。え、ちょっとさ、みんな見てくれ。何これ、初めて俺見たんだけど、このバグ。え、何これ。ありがとうございました。